し、宴だ。おお、こいつうめえな。さてと、行くか。それにしてもでっけえ木だよな。よっ。うん、今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。さっさと片付けるわよ。俺に任せろ。やるじゃねえか。この俺はせっかくね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。さてと、邪魔だ。アディオ、大きなキューブはそこに。ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。わからないな。リム自身は意識してないみたいだな。この辺にいる奴ら、なんか宝は渡さないぞって言ってる。お前ら遅れるんじゃねえぞ。引かねえなら切るまでだ。行くぞ。まっ、もっと。
い。行くぞ。おりゃ。肩慣らしといくか。竜巻。お前。本当。ようやく完成。私だってやるときはやるんだから。はっ。相手にとって不足なし。竜巻。船長。こっちだ。早く来い。なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。まずい。よし、かかってこい。このお前じゃ。そこどけ。
こいつが雷の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだ。ああ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が。探検家として興味ないわけがなかろうよ。さっさと片付けるわよ。よし、かかってこい。ゴムゴムのガソリンだ。俺がまとめて。邪魔だ。やってやる。任せて。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあ、サニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても、得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。
結局この光は何なんだ。さっさと片付けるわよ。え、あたし？しょうがない。やりますか。邪魔だ。甘く見てると後悔するわよ。しょうがない。やりますか。竜巻。覚え。今なら。なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。今の力を試すにはうってつけだな。切られる覚悟があるなら。ど真ん中だ。あれは誰だ。キャッ。目指すわ。いや、俺をよ。この装置扉と無関係じゃなさそう。この先行き止まりだったりしねえよな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。よし、俺様に任せ。鬼切れ。やるぞ。ゴムゴムのガトリンガー。俺は力が。おわかった。ここ坂だから危うく転がり落ちるとこだったぞ。さっさと片付けるわよ。やっと俺の出番か。ゴムゴムのガソリンガー。もらったぜ。でどうだ。風
刀の旅にしてやる。いっ、よっしゃー、あたし、俺、よし。おい、進んでいいんだよな。ああ、下に電気が通ってりゃな。女だと思って舐めてると痛い目見る。うやキャプテン、うよ、くそ、行くぞ、竜巻、終わりだ。海に、お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。今の力を試すにはうってつけだな。やるか。イソップパフォーム。次はドイツだ。邪魔だ。邪魔だ。強烈なのをお見舞いしてあげる。行くわよ、サイクロンテンポ。
先もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあるかもな。これは何が書かれてるかわかるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃわからないわ。私だってやるときはやるんだから。やるぞ。狙うならこれで倒れて。リタイティーするでしょうが。絶対刀の旅にしてやる。いい斬撃。あん。俺強く。奥でなんか光ってんな。今の力を試すにはうってつけだな。来いよ、そっちか。なんだこれ。光る壁を消さねえと三日月の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。お前ら遅れるんじゃねえぞ。どこにいようが宇宙具。肩慣らしといくか。竜巻勝負だ。よしよっしゃ。どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おー、ようやく出れたぞ。よし、俺の中。くらえ。あれはキャプテン。ようやく。いいぞ。いっちゃやってやるか。
やる気み。なんだ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリンガー。切り替えのありそうな相手だ。やっと俺の出番か。修行の成果が力。私ここクソジジ。俺が万能。悪くないわ。おい見ろ、下だ。かなり上から伸びてきてるみたいな。よし、下も見てみようぜ。暴れるぞ。やっと俺の出番か。竜巻。よし。どう。まだまだ。やってやろ。任せて。あたしだってやるときはやるんだから。どうすっかな。あったぞ、装置だ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。
肩慣らしといくか。いくわよ、サイクロンテンポ。任せろ。よし、任せろ。ウソッペッパフォーム。そっちか、邪魔だ。お前じゃ目指すわ。あたし、俺、うん、よっよっと、うん、よし、来れたぞ。便利な体だな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。これでどうだ。くそおれ、行くぞ、そこをどけ。俺は負けんぞ。邪魔だ。やる。俺必要な力。奴らにやられやしねえ。よし、任せろ。うやっ、来いよ、刀の旅にしてやる。どこにいよ。くらえ。どうだ。俺の体、
いつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの？ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。まずいわね、こいつ強いわ。やっと俺の出番か。今行く。バースコート。俺から行く。俺の番だな。待ってろ、アームポイント。雷なら効かねえ。あたしの成長は止まらない。修行のマリモのやつには負けねえ。力が大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ、リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうしたアディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。
体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。キューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのか？っとこんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのそれからよ。それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ベザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。いっちゃやってやるか。ゴムゴムのガソリンだ。任せな。夢その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。今の力を試すにはうってつけだな。マナーがなってねえよ。俺の仲間に手だ。ゴムゴムのガソリンだ。よし、
俺が相手になってやるよ。肩慣らしといくか。竜巻！怪物とよ。Yeah.